サミュエル・フット・リンゼーはイギリス海軍の提督である。フランス革命戦争とナポレオン戦争で活躍した。リンゼーはデボン州プリマスにジョン・リンゼーとスザンナ・インマン夫妻の息子として生まれ、サミュエル・フットに敬意を表してこの名前が付けられた。フットは父・ジョンのいとこ、スザンナの夫だった。ジョンはイギリス海軍の艦長であり、 アメリカ独立戦争時の1774年10月から1776年7月より、後までスループ戦ファルコンを指揮して、1775年にバンカーヒルの戦いを目撃した。幼い息子サミュエルも、ファルコンの兵員名簿にキャプテンズサーバントそして、戦人初期として登録されたが、この当時にサミュエルが上官していたというのは、現実性に乏しい。 幼い頃から名簿に登録されていたため、会議志願者は目的を達するまでに相当な年月を要することになった。林勢はその後、1790年7月21日、わずか16歳半にして会議に就任した。1793年11月5日には指揮官となり、1794年3月8日にポストキャプテンとなった。このポストキャプテン就任は、 20歳になって2ヶ月後のことで28問の6等級フリゲート艦ネメシスの指揮を任された。1795年12月9日、フランスのフリゲート艦センサブルト・コルベット艦サルディーヌがスミルナの中立海域に闘病していたネメシスを打破した。ネメシスそのものは抵抗しなかったが、臨税はこの行為の違法性に意義申し立てをした。 イギリス艦エーグルとサイクロプスがこの3隻を取り囲んだが、己ジョゼフ・アントワーヌ・ガントームの船体がやってきて2隻のイギリス艦を追い払った。1796年1月にフランス軍はネメシスをチュニズに連行したが、3月9日にイギリス軍がネメシスを取り返した。臨イはその後ベネチア、ウィーン、ドレスデン、プラハそしてベルリンを回り、 最終的にハンブルクからの定期戦でイギリスに戻った。コペンハーゲンの海戦で攻撃を受けるデンマーク艦1801年の1月26日午前8時のことだった。リンゼーは36門艦の指揮に就いたばかりだった。この36門艦は像から視界に入ったのはやはり36門のフランスのフリゲート艦デダニューズを発見した。このフリゲート艦は 特使の艦に同行して、カイエンルからロシフォールに向かう途中であった。和像は単独でデダニューズを追跡し、翌日の正午、フィニステレミサキが視界に入るようになった頃、2隻のイギリスのフリゲート艦シリウスとアメテイストがこの追跡に加わった。結局、デダニューズは1月28日の2時45分頃、和像に降伏し、イギリス海軍の所有艦となった。 フィニステレ岬の海戦1801年4月2日、コッペンハーゲンの海戦で、リンゼイは74門艦ゼラスの指揮を取った。この艦は、ジョージ・ギャンベル少将の艦隊に所属していた。この艦隊は、翌1802年に、イギリスからポートロイヤルまで航海し、その年の5月に帰国した。 その後1805年から翌1806年の4月まで74門艦ウォーリアの指揮官を務めた。この艦はロバート・カルダーの艦隊の一席で、この時期、カルダーは普通に試練合艦隊を相手にフィニステレ・ミサキの海戦を戦った。1805年7月22日のことだった。1807年2月74門艦マ前田の指揮官となった。 マイダの指揮官としての最初の任務には3月6日、1807年7月19日、リンゼーはマイダを指揮してコペンハーゲン爆撃を行い、デンマーク艦隊を打破した。その後、バーフラーの指揮官を1809年の1月から2月までの短期間務め、その後1811年まではトライアンフを指揮した。 ドレットノートの式も1810年8月から1811年12月まで務め、1812年3月にはテメレア、そして同年の4月から8月まではユニオンに乗務したユニオン。また、1811年7月20日には海兵隊大佐を委任された。林勢は1812年8月12日に提督となって青色少将に昇進し、 その後12月4日には白色少将、1813年の6月4日には赤色少将、そして1819年8月12日に最終階級の青色中将となった。1820年9月1日、林勢はデボンのストーンハウスの自宅で死去した。46歳だった。その数日前に脳卒中の発作によって落馬したのが原因だった。 フリマスのセントアンドリュース教会の北側の通路に彼の記念碑が立っている。リンゼイは J クラークと南アフリカの希望本で1799年7月に結婚した。しかし翌年の1800年、妻は出産中に死に、子供もその時に犠牲となった。1802年9月7日、エミリー・ウールリッチとグリニッチのセントアンドリュース教会で再婚し、9人の子供が 生まれた。最初の3人はすべて男の子で死産だった。4人目は1806年8月に生まれた男の子でサミュエル・フット・リンゼーと名付けられたが、その年の12月26日に天然痘で死んだ。5人目は1807年9月27日に生まれた女の子でエミリー・ウール・リッチ・リンゼーと名付けられた。人目は年月日生まれの 男の子で、やはり、サミュエル・フット・リンゼイと名付けられたが、後に海軍に入って、1831年7月11日、ウォースパイトの会議として収益中に、フリオミサキの沖合で、22歳で溺死した。7人目は1812年9月22日生まれの、ジョン・リンゼイ、8人目のスザン・ナインマン・リンゼイは1815年12月17日に、生まれ、 9人目で一番下のメアリー・アンシャーロット・リンゼーは1818 18年1月26日に生まれた。まだ幼い息子の名を名簿に記載して、実際には上官させない例は規則違反ながらも行われていた。当時、簡易試験は20歳以上でないと受けられなかったが、実際には年齢を偽って10代で受けるものも多かった。ありがとうございます。